続きまして、プログラム11番13区による日程神楽です。岩手県の神楽には、岩手県神楽と山梨県神楽の他があります。山梨県神楽は、茅野館のほど伝承されたものとも言われていますが、歴史と伝統を誇りながら各流派に置かれ、日程神楽もおよそ今から250年前に、現在の田中市南笹間から山伏県の流れを継ぐ、テンポの速い大乗神楽との玄米として、しても先人たちに伝承されたものです。神楽は演目も多いのですが、いずれも神事を意味し、清水を捧げ、無病息災と五穀豊穣を祈願する最高の舞です。今年は1年生2名、2年生4名、3年生4名と少人数ですが、精一杯練習の成果を披露したいと思います。それではお願いします。Yeah.